富田美優がネプリーグで見せた驚きのスリムボディに反響。女優の富田美優23が4日放送のネプリーグフジテレビ系にゲスト出演。ネット上でる話題になっている。同番組で富田は千葉雄大34藤井隆51とともに舞台、ジャズ大名チームとしてと、 抜群のチームワークで様々なクイズに挑んでいたが、すっきりとしたアップヘアでピンクのドット柄ワンピースという姿で登場した富田ですが、ネット上では痩せてさらに綺麗になってる。誰だこの美少女と思ったら富田美優さんだった。めっちゃ痩せてる。すごい。遊戯の時よりさらに痩せてるといった声が続出。現在放送中の NHK 長ドラ、 ブギュウギンでは、福島出身で歌手を志している小林さよを演じている富田ですが、ネプリーグではヘアスタイルなども違ったせいか、さらに引き締まって見えたという視聴者が多いようです。テレビ誌ライターは、富田以前から役作りのために体重を増減し、別人級に変化することでも知られている。今年は4月クールのドラマだが、 情熱はある日本テレビ系や、風間更新協情ゼロ、富士テレビ系に出演していた富田ですが、その後7月クールの40分の18、18、40、二人なら夢の BSK 出演時に減量やばくないと話題に。さらに、ブギュウギの撮影ビジュアルが公開された際にもいつの間にかめっちゃ痩せた。 すごく痩せたね、可愛い感じの印象だ。すっかり綺麗な女性になってたと、激変ぶりに驚く声が相次いでいました。前室のテレビ紙ライター。